山本周五郎作、過剰期。はじめ、四十郎は同じことを繰り返すだけであった。半家の大事について申し上げたいことがあるから、とのじきじきにお目通りが願いたい、というのである。吉井中太夫は拒んだ。 中大夫は三十八歳の故障頭であるが、相手に何か特権があるとは思いもよらなかったので、順序を踏まえずに越を買うのは差し越し願いであると咎め、また、与十郎が許しもなく届けもせずに帰国したのは家宝に反すると責めた。すると与十郎は、 懐から墨付きを出して十代優に示した。これは、両学院様のお墨付きである。と、四十郎は言った。我が、過剰家は無役である代わりに、永代ご意見役を仰せつけられ、必要の場合はいつでも、との直々にお目通りを願うことができる。これが、 そのお許しの墨付きである。吉井中太夫は驚いて立っていった。そして、およそ四半時も経ったと思われる頃、中島盾が入ってきた。盾は、四十一歳の蕎麦用人で、入ってくるなり、殿は長生邸におられるから、自分が案内をしようと言った。 余重郎は墨付きをしまって立ち、盾の後について行った。高の間の杉の口から庭へ降り、諸奉行役所の建物を回って、まっすぐに笠木塀まで行った。その木戸を抜けると中庭であるが、木戸を入ったところに二人の若侍が待っていて、 余重郎の後ろへ護衛のようについた。長尚亭は奥庭にあるが、盾は戦地の手前を右へ曲がり、植え込みを横切って松林の中へ入っていった。そこには藩主だけの使う鉄砲的場があり、的場が雪止まりで奥庭へ通ずる道はない。 余十郎は十三年前までずっと国詰めだったから、そのことはよく知っていた。これは違う、と余十郎は立ち止まった。これでは奥庭へは行けない。のは長小邸におられるのではないか。たてきは不明瞭にこちらの方が近道である。 というようなことを言いながら、振り向きもせずに歩いていった。四十郎は危険を感じた。それまでは自分の身に危害が加えられようなどとは全く思わなかったのであるが、足早に歩いて行く盾の背中を見たとき、これは危ないということを直覚し、戻ろうとして振り返った。 すると、後ろについていた若侍の一人が、異様な声を上げて、抜き打ちに切りかかった。よせ、と、もう一人が叫んだ。よせ、平川。与十郎は飛びしさって、脇差しを抜こうとした。刀は無論、刀侍に置いてきたので、脇差しを抜こうとしたが、恋口が固かった。 そこへ相手が踏み込んできた。四十郎は体をかわし、左の肩を切らせながら一転して、ようやく抜いた脇差しを力いっぱいに振った。手応えがあり、相手の悲鳴が聞こえた。動くな、平川、じっとしていろ。と、残った若侍が叫んだ。これは俺の役だ。 そして静かに刀を抜いた。何のためだと与十郎が叫んだ。どうして俺を切る理由は何だ相手は黙って大股にこっちへ来た。与十郎は両手で脇差しの塚を握ろうとしたが、左の腕は痺れていて動かなかった。 余十郎が叫んだ。命じたのは誰だ相手は上段から打ち下ろした。余十郎は受け止めたが、脇差しは切羽のところで折れ、額に切り込まれて前へよろめいた。相手は刀を返し、片手付きで余十郎の胸を刺し、すぐにぐっと引き抜いた。 よほど力があり腕も立つのだろう。突き刺したとき、刀の切っ先が四十郎の背中へ二寸余りも出るのが見えた。四十郎は前のめりに倒れ、一度起き上がろうとしたが、わずかに顔を上げただけで、すぐにまた地面へうつぶしてしまった。何のためにと四十郎が言った。 だが、それは低いつぶやきのようで、相手の耳には聞き取れないようであった。加剰義郎は公明館の憲法道場から呼び出され、秀島家の一室に監禁された。その時、彼は石岡伝十郎と野口吉兵衛に勝ち抜き、原田玄介と 勝負をするところであった。原田は井上角兵衛と大野木るに勝ち抜いており、吉郎との勝負で第一位が決定するのだが、三年続けて原田が第一位を占めてきたから、吉郎としてはぜひともこの勝負をものにしたかったのである。 その支度をしているところを呼び出された。控え所で待っていたのは、泉太蔵という目付役の者で、これからすぐに、ひれじままで同行してくれと言い,い、吉郎が訳を話したが、泉は冷淡に首を振った。一年一度の大事な試合で、それは知らないものはないはずだ、と吉郎が言った。 せめて勝負の済むまで待ってもらえないのか。泉はまた首を振り、自分にはそういう侵略をする自由はないと答えた。一体どういう理由なんだ行けばわかるでしょう。と泉は言った。私は命じられてきただけで、理由は何も知りません。義郎は道場へ引き返し、 審判役に訳を話した上、しばらく待ってくれるようにと頼み、稽古着のまま公明感を出た。泉はその格好を見て、妙な顔をしたが、別に何とも言わなかった。ひ島じまゴロベは、九百国余りの年寄り役肝入りで、住まいは部庫の脇、横手に 大きなえのきが枝を張っている。それは、この中屋敷の目印になるくらい高く、目通りで幹の太さが15尺以上あり、今、ちょうど全身にみずみずしく若葉が芽吹いているところであった。泉は先に立って、玄関の左にある折戸を入った。そこには、 秀島の歌詞が二人待っていて、ヨシロを受け取り、泉はすぐに去っていった。歌詞たちもヨシロの姿をいぶかしげに眺めたが、そのまま裏庭を回って行き、日の当たらない北向きの縁側から、暗くて小さな座敷へ案内した。ヨシロは彼らにも事情を話し、 すぐに道場へ戻らなければならないということを説明した。歌詞たちは目を見かわし、それから渡辺という中年の歌詞がなだめるように言った。どうなるか私どもにもわかりませんが、とにかくその格好では困りますね。使いをやりますが着物やお刺し料は高明感ですか。 そうだ、と吉郎はうなずいた。しかし、そんなものを取ってくる必要があるのかあるようですね、と渡辺が答えた。そんな糸間はない、ということを繰り返したが、彼らは相手にならず、渡辺がそこに残り、他の一人は出て行った。吉郎はこみ上げてくる怒りを抑えながら、 これは一体どうしたことなのかと開き直って聞いた。渡辺は何も知らないと言い、だが試合のことは諦める方がいいと暗示した。吉郎は腹立たしさとともにふっと一種の不安を感じ、腕組みをして黙った。ことによるとあれだな。彼は 心の中で思った。そうだ、きっと、父の問題だ。二十日余り前に、父の四十郎が国元へ行った。藩主のハリマ神直ミに会うということだったが、そこで何か間違いでも起こったのだろう。その他に考えようはない、と彼は思った。 やがて着物が届いた。しかし、刀がないのでどうしたのかと聞くと、刀は預かっておくという。吉郎はたまりかねて、そんな無法なことがあるかと言った。刀を取り上げるというのは、在価のある人間に対してすることだ。私が何をした静かにしてください。 と渡辺が言った。私どもはそうしろと命じられたからするだけです。まもなく事情がわかるでしょう。どうかそれまで騒がないでください。吉郎は着替えをした。勝ち抜きの後で一度汗は拭いたのだが、稽古着の汗臭さ,さが肌に染みついたようで気持ちが悪かった。 はかまをはき終わってから、脱いだものをまとめると、わたなめが受け取って廊下へ出し、ふすまを閉めてまた座った。よしろうはそれを見て、かんしたなと気づき、これはことによると、やっかいなことになるぞ、と思った。こんなに待たせるなら、としばらくしてよしろうが言った。試合をする時間は、 十分にあった。今頃はもう住んでいたはずだ。渡辺は黙って自分の袴のひだを撫でていた。時間はゆっくりと経ち、座敷の中が暗くなった。野原という若い歌詞が来て座り、渡辺が立っていった。吉郎はもう何も言わず、 座りくたびれたので横になった。何事が起こり自分の身がどうなるのか、全く見当もつかないし、見当のつけようもない。まるでばかされたような気持ちだ。と彼は肘枕をしながら思った。暗闘が運ばれてから急に空腹を感じた。どこかから 魚を焼く匂いが漂ってくるようで、口の中が生唾でいっぱいになりそうだった。吉郎は起き直り、まさか食事の催促もできないから、茶を一杯欲しいと言った。若い歌詞は吉郎をじろっと見たが、何も言わず、立ち上がる気配も見せなかった。ここへ来てっから、 口も濡らしてないんだ、と吉郎が言った。茶ぐらいもらえないのか。しかし、野原は黙って、そっぽを見ていた。一杯の麦飯と菜の汁と、香のものの夕食が運ばれた。飯はほとんど麦ばかりだし、汁は冷たかったし、甲のものは、 古漬けの大根が見切れだった。吉郎は箸をつけただけでやめた。別に口がおごっているわけではなく、その食事がまるで罪人に与えるために作られているように感じられたからである。彼が箸を置くと、その食前はすぐに運び去られた。これはひどい。 これはひどいぞ。尋常なことではないぞ。原因は父のことにそういない。国元へ立つとき、殿に申し上げることがある、と父は言っていた。彼は気にも留めなかった。それは少年時代からのことで、父と彼とは気が合わない。特に近頃は、 話もろくにしたことがないので、そうですか、と聞き流し、そのまま忘れていたくらいであった。殿に申し上げることというのは、還元の意味だろう。ょう家は、永代意見役という妙な役を持っている。おそらく、その役を果たしに行ったのだろうが、自分までが、 こんな扱いを受けるというのがわからない。父は一体何をしたのか。そうだ。と、吉郎は不意に顔を上げた。母はどうしているだろう。自分がこんなことになったとすると、母や妹の身にも何かあったのではないか。彼は壁を見つめながら、 強く歯を食いしばった。その夜はそのまま寝た。薄いヤグが二枚だけで寝巻きもない。もう寒くはなかったが、来たまま寝るなどということは初めてだし、興奮が静まらないのでいつまでも眠れなかった。隣の小部屋に二人、寝ずの番がいて、 時々、茶をすすったり、低い声で囁きあったりするのが聞こえた。明る朝、まだほの暗い時刻に、彼は呼び起こされ、着物を直し、袴を履いただけで、顔も洗わずに、表座敷へ連れて行かれた。そして彼が座るとすぐに、目付役の沼田八十郎と、この家の主、 ひれじまゴロべが入ってき、沼田が神座、ひれじまが脇の座についた。二人とも朝上もで、座につくとすぐ、沼田が上位と言った。よしろうは平伏して聞いた。聞いているうちに頭へ血が上り、 目の前にある畳が揺れ動くように感じた。本当かやったのか本当にやったのかと彼は心の中で思った。沼田の読み上げた上位書を要約すると、国元へ帰った父の与十郎は、去る三月二十二日、途上。張間の神に、 面悦を共用し、胡椒頭が取り次ぎに立った後、突然、刀を抜いて、馬回りのものに切りかかった。人が集まり、取り沈めようとしたが、刀を振り回して暴れ、奥殿へ駆け込もうとするのを、五条口で取り詰めたが、なお手向かいするため、やむなくそこで切ってしまった。 余重郎は即死、家中の者に負傷者が三人出た。家上家は両学院様から格別の住みつきをいただいていることではあるが、無届けで帰国したこと、城中で人情に及んだことは、仮に乱心の上だとしても大罪である。したがって、長男の よしは、沙田のあるまで、秀島じまごろべえに十預け、妻のさなえ、娘しずの両名は、居宅禁止を命ずる、ということであった。読み終わった沼田は、上位書を裏返し、両手で掲げてよしに示した。よしはそこに、江戸家老の岸岡大膳はじめ、 老職たちの連勝を認めた。念のためのお願いですが、と、吉郎は手をついたままで言った。父が、城中で乱心し、人情に及んだという前後のことを、もう少し詳しく伺えませんでしょうか。沼田は、ひれじまゴロべを見た。ひれじまが、 よ郎に反問した。何か不審でもあるのか不審というわけではございませんが、そのような場合に理由もなく乱心したということが、父の性質として納得できないように思われるのです。わかっているのは、今読み聞かせた事実と、殿が大層ご立腹であるということだけだ。 とひれじまが答えた。いずれ、正式におさたの出る時が来たら、詳しいことがわかるかもしれぬ。わかったら、申し聞かせることにしよう。よしろうは抵当した。元の部屋へ下げられ、そこで監禁生活が始まった。衣と下帯だけは届いたが、 着替えは許されなかったらしい。狭くて暗い風通しの悪い部屋だったし、四月といえばもう初夏のことで、三日も経つと着ているものが汗臭くなった。朝一度洗面をするだけで風呂を使わせてくれる様子はない。やむなく洗面の時に肌を拭くのだが、 水では汗もさっぱりと拭き取れないばかりか、かえって跡がべとつくように感じられた。食事は朝晩の二度、どす黒いぼそぼその麦飯に、なじる古漬けの香のものと決まっており、それがいつも冷たかった。飯も汁もすっかり冷えるのを待っていて、 持ってくるとしか思えないし、汁は味が薄く、ほとんど塩気がないようであった。まったく罪人の扱いだ。と、食事のたびに彼は呟いた。正式な沙汰もないうちに、こんな扱いをするという方があるだろうか。これでは体がまいてしまうぞ。だが、 悲しいことに、吉郎はやがて、そのまずい食事をきれいに片付けるようになった。いつかばかり経って、気持ちが落ち着いてくると、彼は初めて父のことを考えた。彼は少年時代から父が嫌いで、一頃、自分はもらわれてきた子に違いない、と、 固く信じたくらいであった。どうしてそんなに嫌いなのか自分でもわからない。おそらく性が合わないというのであろうが、思い当たる直接の理由が一つだけあった。それは過剰家の永代意見役という妙な役目に関するもので、彼は実際の時にその 事の起こりを聞かされ、それについて、過剰家の長男の守るべき心得を厳しく悟されたとき、子供心にもその窮屈さと負担の重さとに気が滅いったものであった。原因はごく単純なもので、祖父の四十郎和俊という人が、 先々代の藩主に共感したことによる。今、両学院と呼ばれているその藩主は、匠の神直発といい、5年前に80歳の高齢で死んだが、頭の良い精力的な人で、政治の上で多くの功績を残している。けれども、若い頃はその頭の良さと、 精巧な気象とで、日常の生活は随分わがままであり、放らだった。過剰は国詰めで、四十郎和俊氏は、故障頭を務めていたが、前後十数回、繰り返して直初に直感し、ついには目の前で腹を切った。直初が飛びかかって抑え、 危うく死なずに済んだが、それから直発の速攻が収まった。直発が38歳、カズトシが28歳の時だったという。同時に直発は、カズトシを故障頭から解き、永代意見役という墨付きを与えた上、代々その役を守るように命じた。 半家の大事について申すべきことがある場合には命にかけて申し上げなければならない。と父の与十郎は幼い彼に言った。過剰はそういう家柄であるし、その役目を守るためには平成の覚悟が大切である。中でも周囲の者と真相の関わりを持つということを 厳重に包まなければならない。人と親しい関係ができると公平な判断がつかなくなるし、市場に惹かれて決断が鈍るからである。決して親しい友達を作るな。真相の別で人と付き合ってはいけない。ということを父は繰り返していた。 その当時、彼には特に親しい友達が一人いた。五百石ばかりの番頭の子で、松尾新六といい、年は吉郎より二つ上であった。顔立ちもキリッとしているし、頭のすごく切れる、いわば秀才型の少年だったが、いたずらにかけても人に負けず、 驚くほど巧みな基地を振るって子供たちを引き回した。そのおかげで、吉郎は随分いろな遊びを覚えたものだし、新六のいない生活というものは考えられなかった。それは無論父も知っていることだろうと思ったので、吉郎は恐る恐る聞いてみた。お前は、 私の言うことを聞いていなかったのかと父は反問した。そういう時の父の声や目つきは非常そのものであった。吉郎はうつむきながら聞いていました。と答えた。それなら無用な質問はするな。と父は言った。吉郎は新六から離れた。 実際の少年にはつらいことであった。永代意見役などという役目も重荷であったし、同家中の誰とも親祖の付き合いをしてはならないということは、友達の必要な年齢に入っていた吉郎にとって、ほとんど罰を課されるに等しいものであったが、実際なりの意地が彼を支えたらしい。 二年の地に父が江戸詰めになり、吉郎も母や妹も後から江戸へ去ったが、それまで新六にはずっと近づかなかったし、江戸へ移ってからも友達らしい友達は作らずに通してきた。これは馬鹿げている。こんな馬鹿馬鹿しい役目はない。これでは飼い殺しだ。 彼は十八区の年からそう思い始めた。祖父は五十五歳で病死した。父は二十九歳で家督をし、今年は四十九になる。だが、意見役という役目を現実に果たしたのは祖父だけで。それも二十八歳の時を最後に、あとは何もしていない。 生涯の半分、しかも心身ともに最も充実した年代を成すこともなく終わった。父も同様であるし、このまま行けば自分の生涯も同じことであろう。何も仕事をせずにただ淵を食って生きて行くというのは、ほふられる時を待っている家畜のようなものだ。 俺はごめんだ、と彼は思った。まっぴらだ。俺は人間に生まれてきただけのことはしたい。少なくとも人間らしい生き方をするんだ、と彼は自分に誓った。吉郎は憲法が好きで、公明館でも学問よりは文芸の方で才能を認められていた。 両学院の墨付きで、政治の方の役目にはつけないが、武芸の師範なら差し支えはないはずだ。幸い好きな道ではあるし、憲法で第一流の師範になってやろう。彼はそう決心をし、その通り努力してきた。そして今、 こんなことになった。寝苦しい夜半、義郎はヤグの中でため息をついた。今年こそ原田に勝てた。今年は勝てる自信があったんだ、と彼は呟いた。それを、その肝心な勝負を目の前にして、こんなことになってしまった。親父のためだ、と義郎は思った。 英体違見役などということをクソ真面目に固集し、一派し創始のつもりでやったのだろう。だが、結果はこのありさまだ。自分は乱心者などという札を貼られて死に、家名も遺族もどうなるかわからない。現に、俺がこんな罪人のような扱いをされるところから察すると、 軽くて追放。うっかりすると切腹などということになるかもしれない。それはごめんだ。追放ならまだしも。こんなことで切腹なんてまっぴらだぞ。と彼は自分に言った。俺の知ったことではない。親父が自分で考えてやったことだ。俺は相談もされはしなかった。 俺に関係のないことで切腹させられるなんてまっぴらごめんだ。四十郎が何も相談しなかったということはない。国元へ立つ前に一言、殿に申し上げることがあって国元へ行くということを言った。四郎はそうですかと答えただけで、こちらからは何も聞かず、 すぐに父の前から立ってしまった。それはいつものことである。彼は落ち着いて父と話したことがない。父と対座しているだけでも気が苛立ってくるし、少し長く話など聞かされると冷や汗が出るくらいであった。少年時代のように自分がもらわれてきた子だ。 などとは思わなくなったが、父は父、自分は自分と、はっきりけじめをつけていた。二人の間には、全く共通点がないし、親子の愛情というものさえ感じられなかった。もしも切腹などということになったら、逃げ出すぞ、と彼は呟いた。今死んでたまるものか。 きっと逃げ出してみせるぞ。だが彼は急にうっと言った。自分は逃げ出してみせるが母や妹はどうする一人ならどうにでもなるが母や妹を連れて脱出することができるか自分だけが逃げるとすれば残った母と妹が無事では済まないだろう。 おやじめ。と彼はうめいた。おやじめ。ひかは確かでないが、半月ほど経ってから申し渡しがあった。今度は目付役の沼田でなく、自席画廊の鉄村権太夫が来、ひれじまがその福祉という形であった。 予想ほどひどい処置ではなかったが、与十郎の常中における人情という点を厳しくとがめ、家禄を六百国から五十国に削り、四郎は秀島家で五年間の重謹慎、母と妹の静には二年の居託謹慎を命ずるということであった。 申し渡しが済むとすぐに、人情の時の詳しいことを聞きたい、と吉郎は言った。哲村は、別に話すことはない、と答えた。たが書に記してあること以外には、何もない、と答えて立とうとした。吉郎は呼び止めて、では、何か、上書のようなものは持っていなかったか と聞いた。父は、殿に申し上げることがあって帰国したのです。と彼は言った。そのためには、ゴン書のようなものを持っていたはずですが、その点はいかがでしょうか。ないようだな、と鉄村は言った。所持した品は、戻ってきたまま、その方の母に引き渡したが、 そういうものはなかったようだ。よしは唇を噛んで黙った。日が経つにつれて彼は父がかわいそうに思われてきた。十二歳の年と十三歳の年によしうは掃除時で散々したことがある。その時一緒になったろううんすいが 彼に向かって身の上を10回し、人間が賢明になってやることの9割までは無意味なものだ、ということを言った。その運水は60歳くらいであったが、今でも酒と女の誘惑に勝つことができず、掛け子をして回っては主食に溺れて飽きない。時々、 禅道にこもるのも、休道が目的ではなく、最もよく酒と女を楽しむための休息である。などと言って笑った。何のためにそんな話をしたのかわからない。吉郎は黙って聞いていただけであるが、父の一生を思いやるようになったとき、ふいとその言葉が、 頭に浮かんだのであった。これという仕事もせず、楽しみもなく、親しい友達も作らず、と彼は呟いた。家庭の断乱も知らず、五十歳近くまで生きてきて、こんな風に死んでしまった。何のために生まれ、何のために生きてきたのか。 気まじめに送電の役目を守り、その役目を果たそうとして死んだ正進な父。たった一人の男子である自分とも、ついに一度も打ち解けて話したことがなかった。かわいそうな親父だ。と彼はまた呟くのであった。俺がもう少し愛情を持っていたら、 こんな風にはならなかったかもしれない。少なくとも犬死にはさせずに済んだかもしれない。これでは犬死にだ。そう思った時、吉郎は緊張した顔でじっと宙を見つめた。その時になって初めて、今度の出来事の全体が現実のものとして感じられるように思われた。 待てよ。と彼は呟いた。彼は出来事の始終を詳しく考え直した。俺はつんぼかめくらだったんだな。とやがて彼は口に出して言った。俺は底抜けの馬鹿だったぞ。父の死は不審だらけであった。張り間の髪に 面会を求めたところまでは事実だろう。そして、故障頭が取り次ぎに立ち、その結果を聞かないうちに乱心した。どうしてだ父は気真面目で、昇進かもしれないが、理由なしに乱心し、人情に及ぶような性分ではない。殿に申し上げることがあり、ただ、そのためだけで帰国したのに、 目的を目の前にして、自分からことをぶち壊すなどということは考えられない。また、死ぬ覚悟をしていたとすれば、言上書の用意ぐらいはしていたはずである。何かある。何か隠されたことがある。と彼は呟いた。申し渡しに書いてあったことは、事実ではない。少なくとも、 歪められ、作られた部分がある。ある日、義郎は秀島五郎兵衛に面会を求めた。監視の侍は拒絶した。すでに5年間の重貧心と決まった者が、住職に面会を求めるなどということは許されないというのである。義郎は譲歩して、それなら、 父を射止めた者が誰であるか、その者の名を聞かせてもらいたいと頼んだ。監視の侍は聞きに行ってくれたが、戻ってきての答えは、やはり拒絶であった。射止めたのは、その場に居合わせた者の,の、当然取るべき処置で、誰彼という差別はない、と監視の侍は伝えた。 名を明かせば支援を残す恐れがあるから、国元でも極秘にしてあるということです。吉郎は黙ってうなずいた。父の乱心が事実であって、認めることが当然の処置であったのなら、支援を残すなどということがあるわけはない。その人間の名を明かさないのは、 事実を隠すためだ。知られてはならない何かがあるからだ。と、義郎は思った。このままでは置けないぞ。このままに済ましてしまっては、あまりに父がかわいそうだ。かわいそうじゃないかと彼は自分に聞いた。よし、彼らの隠したものを探り出してやろう。 ここを抜け出して国元へ行き、彼らの埋めたものを掘り出してやろう。吉郎はそう決心した。隣の小部屋には監視の侍がいた。はじめは二人だったが、やがて一人ずつの交代になり、 よしろうが神妙にしているためだろう。ねずの晩に当たるものも次第に警戒心が緩んで夜半を過ぎるとごろ寝をするようになった。よしろうはその時刻になると手洗いに立ち、ねずの晩のものを呼び起こした。腹を痛めたらしいという口実で7日ばかり続けると、ねずの晩のものは 面倒になったらしく、一人で行って来いと言って、ついて来なくなった。そこで一度中止し、四五日してまた始めたが、今度は初めからついてこず、起こさなくてもいいと言って顔を見ようともしなかった。夜の十時から午前二時まで。 一時おきに三回ずつ、邸内を夜回りが巡回する。吉郎は木の音でその順路を測り、時刻は二回目の直後がいいこと。脱出するのは西園から西の塀を越し、崖を降りて中の橋へ抜けるということを決め、その手順を繰り返し、 頭へ畳たたみ込んだ。次に天井の隅からすすを集め、食事の時のシルワンの蓋で溶いて、ちり紙に書き置きを書いた。五年の監禁には辛抱ができないから、自分は出奔して浪人になり、しかるべき士官の道を探すつもりである。 母と妹は無関係だから、恩憫な計らいを願いたい。そういう意味のものであった。四月の二十日か二十一日だったろう。午後から吹き出した風が夜になってもやまず、吹けるに従って、日差しや雨戸を揺すり叩くほど強くなった。 その夜の寝ずの晩は、野原という若い歌詞で、吉郎は酔いのうちからしばしば手洗いに立ち、さも利休に苦しんでいるように見せておいた。野原は寝転んで小説本らしいものを読んでいたが、十一時頃に覗いた時には、もう本を投げ出したまま眠りこけていた。 よしろうは身支度をして待った。待ったのは半時足らずだったが、そのわずかな時間の経過の呪いことと、今にも何か故障が起こりそうな器具とで、彼は全身に油汗をかいた。やがて十二時の夜回りの木が聞こえてきた。 義郎は立って、隣の小部屋へ行き、野原を揺り起こした。若い歌詞は寝ぼけ声で、なんだと言いながら頭を上げた。手洗いに行きたいんだ、と義郎が言った。うるさいな、と野原はさもううるさそうにまた肘枕をした。いちいちそう起こさないでくれ。 わかってるじゃないか。よしろうは、廊下を歩いてゆき、上手口から外へ出た。夜回りの木の音は、部湖の向こうへ遠のいており、あたりは真っ暗で、吹きたけっている風は、土ぼこりの匂いが強く、たちまち、歯が、じゃりじゃり言い出した。 大井戸のところを右へ曲がった彼は、自分の住まいの裏から塀を乗り越えて入り、母の心情の窓を叩いた。風のうなりが高いので、なかなか聞き分けられなかったらしいが、やがて雨戸の向こうで母の声がした。義郎です。ちょっと開けてください。 障子を開ける音がし、すぐに雨戸が開いた。その時吉郎は、書き置きに違った文句を書くべきだった、と思った。母と妹も一緒に連れて出るのだ。残しておいては、どんな危険があるかもわからない。連れ出す方が無事だと気づいたのである。 しかし彼が口を聞こうとする前に、開けた雨戸の隙間から風呂敷包みと大小が差し出された。待っていました。と母が言った。国元へいらっしゃるのでしょう。行きます。と答えて、包みと刀を受け取りながら、母が自分の来るのを予期していたということに、 強い感動と驚きを感じた。私は国元へ行きますが、母上と静も一緒にここを出てください。早く行ってください。と母は囁いた。私たちの心配はいりません。しかし、ここにいては危険です。何をされるかわからないが、危険なことは確かだと思うんです。 お父様はあのような死に方をなさったし、あなたがこれからなさることも命がけでしょう。私たちだけ安全でなければならないということはありません。と母は言った。見つからないうちに早く行ってください。私たちは大丈夫です。 母の口ぶりはしっかりしていた。吉郎はちょっと口ごもった。母のそんな気丈な様子を見るのは初めてのことだったし、その口ぶりには一種の威厳さえも感じられた。では、私は参ります。その中に露用が入っています、と母が言った。 刀はお父様の差し替えですから、そのおつもりで、守備よく行くよう祈っています。父上が何を申し上げに行ったかご存知ですかいいえ、知りません。そういう話は一度もなさいませんでした。吉郎はうなずいて両刀を腰に刺した。 ありがとう、ヨ郎さん。と、母は一層声を潜め、感情を抑えた調子で囁いた。あなたがきっとそういう気持ちになってくださるだろうと信じていました。お父様もさぞお喜びなさることでしょう。ありがとうよ。ヨ郎は何か言おうとしたが、 黙って抵当しただけで、その窓際から離れた。菜園は藩主の食前に供する素材を作るところで、周囲に柵が巡らせてある。彼はその柵に沿って回り、西の平まで走った。この中屋敷は、麻布・豆穴の大地の端にあり、 西側の塀の外は崖になっていた。崖といっても、それほど切り立っているわけではなく、ところどころに草や干木が生えており、子供などでもそこを伝わって、登ったり降りたりすることができるくらいであった。義郎が塀際に着いたとき、後ろに人の叫び声が聞こえた。 振り返ってみると、菜園の柵を回って、いくつものちょうちんが揺れながら、こっちへ走ってくるのが見えた。脱出したことがわかったのだろう。よしろうは、刀と風呂敷包みを塀の外へ投げ、塀に沿って左の方へ走った。向かい風なので、追っ手の声はよく聞こえないが、 ちょうちんがふた方にわかれ、左右からはさみうちの形で、迅速にこちらへ近づいてきた。よしろうはへいにとびついた。しかし、それはくちていて、つかんだかさぎはひとたまりもなくおれ、彼はあおむきになったまま地面へ落ちた。背中をはげしくうったため、呼吸ができなくなり、 彼はウッドを埋めきながら体を折り曲げた。おい、と彼は自分に言った。しっかりしろ。彼らはそこへ来ているぞ。まだ呼吸は止まったままだった。胸を引き裂きたいような苦しさである。だが、吉郎は起き上がり、今度は注意深く落ち着いてやった。 笠木は折れたが、体はうまく塀の上に上がり、そこから外へと飛び降りた。すると、その反動で胸のどこかが開き、呼吸ができるようになった。彼はそこへ座って、拳で胸を叩きながら、激しくあえいだ。こっちにはいないぞ、と塀の内側で叫ぶのが聞こえた。 そっちはどうだ相手の答えは風のために聞き取れなかった。彼らの声が遠のいてからも、吉郎は座ったまま、あえいでいた。吉郎が城下町に着いたのは、5月7日の夕方であった。 南を山に囲まれたその町は、竜頭川を挟んで、武家屋敷と町跡に分かれている。竜頭川は、そこから三里行くと海に入るのであるが、白山の端で右曲しており、白山の裏を北流しているため、海は見えなかった。彼は、城下へ入るのに、 格別警戒はしなかった。書き置きに、老人の上、士官の口を探すつもりだと書いておいたし、自分が国元へ行くなどということは、誰も考えはすまいと思っていた。それでも、旅自宅には深い網笠をかぶって、どう家中のものの 目を避ける用意くらいはしていたのであるが、町へ入る縄手道のところで、突然五六人の侍たちに取り囲まれた。彼らは松並木の間にある掛け舎屋から出てきて、素早く吉郎の前後を塞いだ。吉郎は傘の中から彼らを見たが、知っている顔はなかった。 失礼だが、と、年傘の一人が言った。ご生命と行く先を聞かせてください。吉郎は偽名を名乗り、竜頭川の河口にある小さな港町の名を言った。傘を脱いでください、と相手が言った。吉郎は網傘を脱いだ。彼らは吉郎を眺め、 お互いに目を見交わした。どうしたのですと、義郎が反問した。何か間違いでもあったのですか相手は聞き流していった。ご足労だが、晩書まで同行してください。晩書まで何のためにです過剰、をし郎というものを探しているのです。と相手が答えた。 我々はその人間を知らないから、そこもとが偽名を使っているかどうか判別ができない。番書へ行けばそれがはっきりするというわけです。吉郎はゆっくり頷いた。いいでしょう。と彼はまた頷いた。刺して急ぐわけでもない。参りましょう。 相手は目配せをし、二人の若侍が、吉郎の左右へ回って、どうぞ、と言った。他の者は残り、三人は歩き出した。梅雨に入る前の蒸し暑い日で、縄手道は乾ききっており、歩く足元から土ぼこりが立った。城下町の重なり合った屋根は、 霞んでいるが、白山の松林や高い天守閣や櫓の白壁などははっきりと見えた。牛を引いた農夫が行き、馬方が行き、荷車とすれ違った。暑いですね、と吉郎が言った。晩所までは遠いんですかいや、と一人が答えた。 町へ入るとすぐです。京橋という橋のたもとですよ。吉郎は少し歩いてからまた聞いた。さっきのその過剰とかいう男は何をしたんですか相手は黙っていて、やがて右側の一人が言った。それは聞かないでください。 どうも失礼、と吉郎は言った。縄手道が終わり、土橋を渡って町へ入った。まばらな柳が次第に軒を接し、次の土橋を渡ると、板屋町になる。日はもう山の向こうに落ちてしまい、家々から流れ出るかしぎの煙が、 たそがれの光の中で、もやのようにたなびいていた。十三年前と少しも変わらない街の景色に、よしろうは胸の痛くなるような懐かしさを感じながら、地蔵の辻まで来ると、そこで左へ曲がった。京橋は右へ行くのであるが、彼は左へ曲がって、 ゆっくりと歩き続けた。もちろん二人は呼び止め、そして追ってきた。そっちは道が違います。戻ってください。もういいだろう。と、吉郎は振り向きもせずに言った。日が暮れるから、ここで失礼する。晩所はすぐそこです。戻ってください。吉郎は立ち止まり、振り返って、 嫌だ、と言った。二人はたじろいだ。振り返った彼の姿勢が彼らを圧倒したようであった。どうしても連れて行くと言うなら、と吉郎は潜めた声で言った。腕づくでやれ。二人は黙っていた。俺は名も名乗り、行く先も告げた。 と、吉郎は間を置いて続けた。これ以上の付き合いはごめんこをむる。もし、疑わしいと思うなら、中島の港までついてこい。そして、ゆっくりと歩き出した。二人は何か囁き合いながら、それでも、班長ばかりついてきた。義郎は見向きもしなかったが、 脇の下に汗の流れるのが感じられた。道は一曲がりしてお桶町に入り、往来は物売りや子供たちで混雑し始めた。吉郎は落ち着いた足取りで歩いて行き、家事町のところで振り返った。彼らは諦めたのだろう。町の人混みを目で探したが、 二人の姿はもう見つからなかった。彼は吐息をつき、懐から手を入れて、両脇の汗を手拭いで拭いた。危なかった、と彼は呟いた。これは用心をしないとやられるぞ。彼らは自分が来ることを予期していた。おそらく、 十分に手配りがしてあるだろう。一度は危うく逃れたが、顔を知っている者に出会ったらおしまいだ。どうしよう、と歩き出しながら吉郎は思った。どこかへ身を隠さなければならない。どこがいいか。松尾新六だな。新六なら力を貸してくれるだろう。 松尾なら確かだが、いや、と彼は首を振った。それはわからない。新六が今度のことに無関係だという証拠はない。と、吉郎は呟いた。そこがはっきりするまでは誰にも頼ることはできない。松尾にもだ。吉郎は、 リュ川の岸へ出て、暗くなり出した町を京橋の方へ戻り、柳町の田口屋という旗子でわらじを脱いだ。小さいけれども割に新しい建物で、廊下はもちろん通された六畳の座敷もきれいに掃除が行き届いていた。風呂から上がると、 番頭が宿帳を持ってきたので、吉郎は別の偽名を書き、四五日泊まると言った。他にも客が見組みばかりあるらしかったが、飲んで騒ぐというようなこともなく、夕食を済ませた後、窓際でうちわを使っていると、京町の家外から玄嘩の声が聞こえてくるほど静かだった。 八時頃にヤグを敷かせて横になり、間もなく眠ったのだろう。夜半を過ぎた頃、障子を開ける音で目を覚ました。そろそろと、忍びやかに開けたので、かえって耳についたらしい。吉郎は枕元の刀へ手を伸ばしながら、そのまま息を殺していた。もし、 入ってきた者が囁いた。起きてくださいまし、過剰様の若様、ま。もし。女の声であった。義郎は刀を取って起き直った。火を消した座敷の中は暗く、相手の姿はよく見えなかった。誰だと義郎が言った。過剰様でいらっしゃいますか 女が聞いた。もしそうでしたら、ここは危のうございます。ご案内するところがございますから、一緒においでくださいまし。義郎はもう一度、お前は誰だと聞いた。平野屋さんから頼まれたものです。平野屋、それはどういう人間だどうぞ、お静かに。 と、女が言った。女は、この田口屋の女主人であった。そして、平野屋というのは、西町にある宿屋で、主人は助けと言い,い、昔、過剰家に奉公をしていたが、15年前に資金を出してもらって、宿屋を開業した、と説明をした。 吉郎はすぐに思い出し、終わりまで聞かないうちに、ああ、とうなずいた。その平野のなら知っている、と彼は立ち上がりながら言った。だが、どうして私が吉郎だとわかったんだ。吉郎が支度をする間に、田口屋の女主人が話した。 彼は気づかなかったが、あの二人の若侍は後をつけてきたらしい。しばらく経ってから店へ入ってきて宿帳を調べた。吉郎は縄手道の時とは違う名を使っておいたが、それを見つけたのだろう。やっぱり偽名だ、とか過剰かもしれないぞ、などと囁くのが聞こえた。 十日ほど前、城下町の全部の宿屋に対して、吉郎についての通告があった。偽名を使うだろうが、年齢はこれこれ。見知らぬ侍か、浪人者が泊まったら、すぐ届け出るように、というのである。その通告の後で、平野屋助が一軒ずつ宿屋を訪ね、 よしろうを助けたいから力を貸してくれと頼んでまわった。よじゅうろうの死も語り、その裏に何か思災がありそうなこと。もしよしろうが帰国するとすればそのためであろうから、自分としては亡きよじゅうろうへの法音にぜひともよしろうを助けなければならない。 同業のよしみで助力してもらいたいと懇願した。みんな心よく承知したようだし、田口屋でもそれらしい客が来たらと待っていたところだと言った。話を聞きながら、ヨシはふと父の顔を思い浮かべた。その時変わった様子でも見せたのか、女主人が話をやめて、 どうかなさいましたかと聞いた。いや、なんでもない。と、彼は我に帰ったように言った。それでわけはわかったが、これからどうするのだ平野屋さんへご案内いたします。そうするお約束でしたから。この家に迷惑がかかりはしないかそのご心配はいりません。 と女主人は落ち着いていった。手前どものことは考えてありますから、よろしかったらお供をいたしましょう。吉郎はいくらかの銀を包んでおき、刀を取って腰に刺した。女主人は中庭へ降り、裏木戸から外へ出た。西町までは、 約十長ばかりだったが、路地から路地を抜けて行くので暇取り、平野屋の裏へ着いた時には、放心寺の鐘が八つ、午前二時を打ち出していた。田口屋の女主人が平野屋のものを呼び起こしている間、吉郎は鐘の音を数えながら、また父の顔を思い浮かべていた。 それから半時のち、彼は四畳半の小部屋で助けと話していた。助けの実家は平野村の百姓であるが、祖父の代から誰かしら過剰圏方向に出ており、助けはその五番目で、十六の年から十年の間勤めた。もちろん、吉郎もよく知っているが、 父の与十郎は非常に気に入ったらしく、彼が四男坊であり百姓になる気がないとわかると、資金を出して宿屋を開業させた。与十郎はこの宿屋へは来たこともないし、平野屋という存在さえ忘れていたが、村にある彼の実家のことはよく覚えていた。 平野村は城下を東へ一里ほど行ったところで、吉郎は幼い頃からしばしば遊びに行った。そうだ、村へはよく遊びに行ったものだ。助けの話を聞きながら、吉郎はその自分のことを回想し、そうしていろいろな遊びやいたずらのことから、また、 松尾新六を思い出し、続いて、唐井戸のことを思い出した。その話は分かった、と吉郎は助けを遮った。だが、どんなに手配りが厳重であろうとも、俺はやるだけのことはやるつもりだ。助けは当惑したように黙った。 彼は、吉郎にすぐ城下を立ちのけと勧めたのである。警戒が厳しすぎるので、自分のところでもかくまう自信がない。せめて、ほとぼりの冷めるまででも、他の土地に身を隠していてもらいたい、というのであった。そんなことをしているいとまはない。殿は、六月中に参勤で出府なさる。 と、よ郎は言った。江戸へ行かれては、それこそどうにもならない。出布なさる前に、型をつけたいのだ。そして彼は助けに聞いた。方神寺の裏の唐井戸は、まだあるか唐井戸、存じませんなあ。寺の裏に、広い空き地があったが、 空き地は今でもございます、と助けが言った。あそこにはもっと不吉な屋敷があったのだそうで、未だに誰も近寄りませんし、荒れ放題になっております。不吉な屋敷か、と吉郎は苦笑したが、そのことには触れずに言った。それなら、辛いどもあるはずだ。 近寄ってはいけないと固く禁じられていたが、松尾たちと遊びに行って、その唐井戸の中でよく山賊の真似などをやったものだ。あそこなら大丈夫だろう。その唐井戸の中ですか。早い方がいい。これから行ってみよう。助けは止めたい様子だったが、吉郎は聞かなかった。 むしろ三枚に細引きを二巻き、そして岩童ちょを用意させ、もちろんちょはつけずに二人で裏から出た。助けが不吉な屋敷と言ったのは、方針寺の住職の妾のお住まいであった。もっとも五六十年も前の話で、その住職は途方もない破壊層だったらしい。 幾人もいた女の一人が、その妾に嫉妬をし、妾を殺した上、うちに火をかけて、自分も共に消死したというのである。吉郎たちはまだ幼かったので、よく訳はわからないながら、その話から受ける刺激的な感じに、胸をドキドキさせたものであった。方神寺は、 リュ川の対岸で、京橋を渡って行き、岸に沿って五六町余り行ったところにある。そこは武家屋敷の地外れにあたり、後ろは城山に続く丘陵が迫っていたし、西側はずっと開けた高地という、極めて閑静な位置にあった。秋地は、 昔のままであった。義郎は暗い中を迷わずに歩いて行き、まっすぐにその唐井戸のところまで行って立ち止まった。そこには大きなザクロの木があったはずで、しかし今その木はなく、切り株だけが残っていた。火をつけてくれ、と義郎が言った。 切り株から奥へ五歩行くと、雑草に覆われて井戸の蓋があった。助けが岩道提灯を差し向け、吉郎は木の蓋を調べた。差し渡し四尺ほどあるその蓋は重く、木はすっかり朽ちていて、取り除けようとすると縁が欠けた。大丈夫だ。 と彼はつぶやいた。誰も近づいたものはないらしい。少なくとも中へ入ったものがないことは確かだ。今度は用心して蓋に手をかけ、少しずつずらせて体を入れるだけの隙間を開けた。それから細引きをつなぎ合わせてザクロの切り株にかけ、 二本の細引きで身を支えながら、彼は井戸の中へと降りていった。助けは火を差し向けながら、大丈夫ですかと聞いた。元のままだ。としばらくして吉郎の答える声がした。俺たちの掘った横穴もある。これなら当分いられそうだ。それからまたいった。 頼むことを忘れていた。上がって行くから待っていてくれ。それから丸一日、吉郎は井戸の底で時の過ぎるのを待った。井戸は周囲を石で畳んである。深さは 十五六尺だろう。唐井戸になってから年数が経ち、石と石との間はずれていて、死だるいや苔が生えており、ずれている石を足がかりにすれば、楽に登って出ることができる。降りるには綱が必要であるが、昔から登るのはたやすかった。そこから三尺ばかり上に、石を外して、 横穴が掘ってある。松尾新六の思いつきで、そこは山賊の狩猟の専用であり、つまり、新六がそこで威張り散らしたり、旅人を襲う命令を出したりしたものであったが、今の吉郎の体では、半分くらいしか入らなかった。こいつを掘って広げよう、と彼は一人で呟いた。 この横穴へ入っていれば、万一上から覗かれても見つからずに済むだろうし、雨の時にも格好だ。日光の移動でほぼ時刻の見当がついた。午前中に一度眠り、午後は空腹に悩まされた。夜にならなければ助けは来られないだろうと思うと、余計に空腹感はひどく。 そして、井戸の中の息苦しさに圧倒され、一時、胸が板のように固くなるのを感じた。その時また、父の顔が目に浮かんだ。父の顔は彼に微笑みかけ、お前、子供の自分には平気だったじゃないか、と言っているように思えた。吉郎はその父の顔を、 話すまいとした。するとかえってそれはぼけてゆき、遠のいてしまったが、不思議に暖かい感情が後に残った。よしろうは息苦しさも忘れ、ひどい空腹も忘れて、長いことじっと物思いに囚われていた。日が暮れてからまた眠ったらしい。 ひそめた声で名を呼ばれ、はっとして刀を取りながら起き直った。若様と若い娘の声が読んでいた。いらっしゃいますか若様吉郎ははっきり目が覚めたが、黙って様子を伺った。若様とまた娘が呼んだ。平野屋のものでございます。いらっしゃいますか よしろうがとい返した。ひらのやの誰だ助けのめいでおすえと申します。お弁当と着物を持って参りました。と娘が言った。今そちらへおろしますから。土と小石が落ちてき、やがて大きなメザルが降りてきた。メザルは四隅に紐がついてい、それに 細引きがつないであった。吉郎は眼道ちょうちんをつけながら、ちょっと待ってくれ、と言い、目猿に入っている包みを解いた。重箱は弁当であろう。他に、目倉島の斑点と桃引き、平抜け、手拭い、朝浦草履や紙などが一包みになっていた。よし、受け取った。 と、よしろが言った。助けから何かことづけはなかったか。まだわからないって申しておりました、若様。と、娘が上から言った。おせいを覚えていらっしゃいますかわからないな。顔を見れば思い出すかもしれないが、名前には覚えがないようだ。昔、 若様がお嫁にもらってやるっておっしゃったこともお忘れですのバカなことを、と吉郎が言った。そこへ降りて行ってもようございますかバカなことを言うな、と彼は跳ねつけた。そんなのんきな場合じゃない。人に見つけられたらどうするんだいいからもう行ってくれ。娘はちょっと黙ってから行った。 また、明日の晩、参りますけれど、何か御用はございませんかない。今のところは何もない。ではまた、おやすみなさいまし。娘はメザルを引き上げ、もう一度挨拶をして去っていった。重箱は大きなが重ねのもので、握り飯と煮しめ、 焼き魚などが詰まっていい、独どくりに入れた茶まであった。義郎はそれを食べながら、まだわからないという助けの返事を考えて気落ちのするのを感じた。彼は助けに父を切ったものか、三人あったという負傷者のうち、誰か一人の名でいいから知りたいと頼んだのである。 タけケ自身は知らなかった。父が獣中で乱心の上死んだということは聞いたが、その他のことは全くわかっていない。だが、宿屋には料亭を兼ねているところもあるし、家中の侍たちが飲み食いや寄り合いをするから、そういう宿屋を当たってみよう、とたすけは言っていた。 おそらく、その通りやってくれたのだろうが、まだわからないとすると、これからもわかるまいということを予想させるし、それは、ひれじまごろべが、国元でも極秘になっている、といったことを証明するようであった。じゃあ、どうしたらいいんだと、吉郎は一人でつぶやいた。 どこへどう手がかりをつけるんだ何か工夫があるかバカな親父だ。とまた彼は言った。一言何か書き残すかせめて糸口ぐらいつけておけなかったのかな吉郎は気がめいり、そしてひどくイライラした落ち着かない気分のまま、重箱を片付け、 石に寄りかかって考え込んだ。嫁にもらってやるって、彼はふとくすくす笑った。すると、それなら、あの赤っ毛のチビじゃないか。へえ。彼はふと自分の顔が赤らむのを感じた。その赤毛の女の子が、彼に向かって、 不謹慎な真似をしたことを思い出したのである。彼が八つか九つの時で、女の子は二つくらい年下だった。確か助けの長兄の娘のはずだが、色の黒い器量の良くない子で、それがかわいそうだったから、今に俺が嫁にもらってやる。 などと言ったのかもしれない。もう年も二十二か三になるだろう。平野屋にいるとすると、まだ結婚しなかったのかそれとも不縁になったのかまさか本気で嫁になるつもりで待っていたわけではあるまいが、おかしな時に現れておかしなことを言うものだ、と。 吉郎は苦笑しながら思った。やがて彼は着替えをした。頭の方は放かむりをすればいい。町人姿で歩く分には見とがめられることもないだろう。差し当たり、これという目的もないが、ただ井戸の中に座っているよりはましである。 刀をむしろで巻いて横穴へ入れ、その上へ火を消した岩道ちょうちんと重箱を乗せ、それからずれた石を伝って井戸の中から出た。細引きをザクロの切り株の脇に置き、手ぬぐいで放火無理をすると、人のいないのを確かめてから道へ出ていった。 時刻は九時頃だろう。方針寺の門前をまっすぐに京橋まで行き、橋を渡りながら二段稲荷の茶屋のことを思い出した。京町の加害へ入る途中に二段稲荷と呼ばれる小さな屋代があり、その細い横丁の左右に幾軒かの茶店が並んでいた。 実際には酒を飲ませる家で、どの家にも化粧をした女が二三人ぐらいおり、そのためしばしば町奉行の咎めを受けて店を閉めるが、いつかしらまた商売を始めるということを繰り返していた。そこは京町で遊ぶほど懐の豊かでない者たちの行く場所で、 武家の敬戒や小物なども密かに出入りするという。吉郎が子供の自分聞いたことで、今どうなっているかはわからないが、もしやっているなら、飲みに入って何か聞き出すことができるかもしれないと思った。 その茶店は商売をしていた。店は五軒しかなく、どの店にも女は一人で、その女たちは化粧もしていないし、地味な着物に島の前だれというひどく野暮臭い格好をしており、奥の小部屋へ客を誘うなどということもなかった。吉郎は放か無りをしたまま、 酒を一本ずつ飲んで五軒とも回った。おそらく奉行所から咎められでもした後なのだろう。どの店も客が少なく、女たちも弾まない顔つきで馴染みのない吉郎に不信がある様子もなかった。吉郎は早く帰った。出ていた時間はいっときらずだったろう。 井戸の底へ降りると、古道具屋で買った小手を出して、横穴を広げる仕事にかかった。彼は二段稲荷の茶店へ続けて通った。三度目の晩のことだが、小松という店で足軽らしい中年の男と一緒になり、吉郎の方からさりげなく逆きを刺した。 旦那、一つ付き合ってください。と彼は言った。こんなものを被っていて失礼ですが、やけどの跡があるんで、帰って目障りになるもんですから、どうか勘弁してください。相手は逆付きを受け取ると、この土地の鉛で堅苦しく言った。付き合うのはいいが、こっちからお返しはできないぜ。 そんな心配はしないでください。と言って、彼は懐を抑えた。出稼ぎに行ってきて、少しばかり持ってるんです。職人のようだな。旦那はお武家ですね。と彼が応じた。お腰のものがなくてもわかりますよ。まあ重ねてください。相手は応用に逆を重ねた。 よしろうの言葉で気をよくしたらしく、土地なまりの強い突弁で、ぽつりぽつりとよく話した。よしろうは頃合いを見て、よかったらまた明日の晩お目にかかりましょう、と立ち上がった。その男はあくる晩もやってきて、今度は半時あまりも話し込み、藤井十兵衛と名も名乗った。 一晩置いて三度目に会ったとき、気を許したと見える相手がすっかり酔ったところで、吉郎は無関心な調子で問いかけた。出稼ぎに行ってしばらく留守にしていたんですが、何か変わったことはありませんでしたかそうさなあ、と十兵衛は首をかしげた。三月ばかり前に、 言いかけて、酒月を眺め、首を振って、へらへらと笑った。三月じゃなかった。三月のことだ。なあ、おたま。十兵衛は女に呼びかけた。十八九だろうが、二十四五くらいにも老けて見える女は、大きなあくびをしただけで、返事もせずに、そっぽを向いた。義郎は、 三月と聞いてドキッとしたが、懸命に落ち着いて相手に尺をしながら聞き返した。三月に何かあったんですかこれお玉、とジュベは女に言った。そんなブスっつらをするな。少しぐらい感情が溜まったからって。そうだ、お前、この男の感情に俺の分を付けがけしたじゃないか。 何ですって女が振り返った。私がこのお客さんの感情に何をしたんですってごまかしてもダメだ。俺は二度とも見ていた。俺は睨んでいたんだ。十兵衛はヘラヘラと笑って、吉郎に言った。お前も知っていたろう。知っていて気がつかないようなふりをしていた。 それも、俺は睨んでいたんだ。女は乱暴に顔を背け、聞くに耐えないような悪態をついた。そして、十兵と女とで、ののしったり、嘲笑したり、暴き合ったりという、お互いに相手の身の皮を剥ぐような、馬鹿げたやりとりを始めた。この土地のりに加えて、 言葉はあくまで辛辣であるが、当人同士はそれほど景色ばんでいる様子もなく、また、いつ果てるとも見当がつかなかった。吉郎はうんざりして、まもなく感情をし、その店を出てしまった。こいつはらちが開かないぞ。こんなことをしていては、らちが開かないぞ。 井戸へ帰る途中、彼は繰り返しそう思い、他に手段がないかどうか考えふけった。どう思案しても、他に手段はなかった。助けの方からは、わからないという返事が来るだけだし、ことが極秘に処理されている以上、真相を知っている者は、ごく少数の者のだけであろう。 しかし、誰が敵で、誰が味方なのか、全く不明瞭なのだから、自分で聞き出す他に手立てはなかった。よし、粘ってやれ。と、彼は自分に元気をつけた。こうなったらこく比べだ。どうしても掴むものを掴まずには置かないぞ。 彼はそれからも藤井十兵衛と続けて飲んだ。宵いの口に平野屋から弁当を届けてくる。来るのはおせえと決まっていて、三度目からはずっと井戸の中へ降りるようになった。どうしても一度顔が見たいとせがまれ、やむなく細引きを渡したのであるが、次の晩には 自分で細引きを持ってやってきた。気をつけてるだろうな。と、彼は繰り返し念を押した。後をつけられたらおしまいだぞ。大丈夫かおいはその度におとなしくうなずいた。それだけは大丈夫よ。自分でもおかしくなるくらい用心してるんですもの。あたしだって、 もう二十一になるんですからね。二十一だってへえ。何がえですか彼は話をそらした。お前、もう子供があるんだろう。嫁に行かないのに子供があるわけはないじゃありませんか。一度も嫁に行かなかったのか。だって、若様がもらってくださるはずでしょ と言って、おいは含み笑いをした。それは冗談だけれど、一度もお嫁には行きません。若様は、もういいお小ちでしょよしろうは、まあそうだ、と口を濁した。お姓は変わっていた。からいどの底で、 岩洞ドウの光で見るためかもしれないが、色も白くなったし、豊かに肉づいて、赤毛もすっかり黒く、つやつやとしていた。器量は良くないけれども、好ましい顔立ちというのだろう、目や口元に生き生きとした愛嬌があった。井戸の底は狭いから、 差し向かいにはなれない。はす迎えに体を接して座るのだが、身ろぎをするたびに触れるお姓の体の柔らかさや、時を置いて強く感じる肌の匂いなどで、吉郎はしばしば悩まされた。そんなことを思い出す方が悪いのだろうが、幼い自分、彼女がしてみせた、 不謹慎な真似事が、ともすると目に浮かんでくる。しかも、それは幼女のおせいではなく、目の前にいる成熟した女の姿を取るので、我ながら恥ずかしくなり、自分で自分に目を背けたくなるようなこともたびたびであった。あたし、十二の年から、 おじさんのうちへ手伝いに行ったでしょう。同性は語った。村にいるよりずっと面白いし、きっと章に合ってるんでしょう。いくつか縁談もあったんですけれど、好きでもない人の嫁になって、初代の苦労をするより、こっちの方がよっぽどいいと思って、みんな断っちゃったんです。 まるで茶漬けでも食べるような話ぶりだな、と彼は言った。しかし、そのくらいでよしてくれ。井戸の中の話し声は、外へよく響くものだ。それに、もう帰らないと、助けが心配するぞ。お風呂へ入りにいらっしゃいな、と、おいは立ちながら言った。この中が、若様の、 体の匂いでむせるようよ。お互い様だ、と言いかけて、慌てて彼はごまかした。そのうちに行こう。藤井十兵衛からは、まだ何も聞き出せなかった。うっかり寝取りをして、疑われては取り返しがつかない。とにかく、 三月に何かあったということは言ったのだから、機会を見て聞きただし、それがもし父の出来事を指すものなら、連れ出した上力ずくでも事実を吐かせてやろうと思っていた。国元へ来て十三日目の夜、飲みつぶれた十兵衛と別れて法神寺へ戻った吉郎は、 井戸の底へ降りた途端、後ろから羽がいじめにされた。降りてくるのを待っていたのだろう。吉郎がまだ細引きを離さないうちに、脇の下から両腕をぐっと締め上げられた。おせいめ、つけられたな。吉郎はそう直感し、息が詰まるような絶望に襲われた。 場所が狭いので、あがきがつかない。どうしようかと思っていると、相手は、はがいじめの腕を固めたまま、騒ぐな、と耳元で囁いた。声を上げるな、俺だ、と相手が言った。吉郎はじりっと足を広げた。よせ、松尾だ、静かにしろ。松尾 と、吉郎は問い返した。というと、新六か。今は新左衛門だ。分かったか。らしいな、と吉郎が言った。しかし、これはどういうわけだ外で待っていて、人に見られては悪いし、いきなり声をかけて乱暴されては困ると思ったんだ。手を離すが、静かにするだろうな。 よしろうは、うんと言い,い、体の力を抜いた。松尾が手を離すと、よしろうはむしろを出して敷きながら、ここにいることがどうしてわかったのかと聞いた。松尾は、わかりきったことだと答えた。お前が城下へ来て、身を隠すとすれば、ここより他にはない。 お前ならきっとここを思い出すだろうと、検討をつけたんだ、と松尾が言った。柳町の田口屋で、わらじを抜いたのが、よしろうらしいということは、翌日すぐに上中で聞いた。田口屋では、知らぬ間に出て行った、と答えたそうだし、町奉行でもそれ以上は追求しなかったが、 警戒はさらに厳重になった。田口屋が深く咎められなかったのは、女主人が隠居した老職何菓子のかっこいものだったからだそうで、自分の方の心配はいらないといった女主人の言葉の意味が初めて吉郎にも分かった。 手配は城下町から周辺にまで及んでいる。身を隠すとすれば、おそらく方針寺の辛い戸だろうと思って、サンドばかり来てみたんだ、と松尾が言った。中へ降りてみたのは今夜が初めてだが、外からではわからなかった。しかし、ここは危ないぞ。どうしてと吉郎が聞いた。 ここで遊んだのは、俺とお前だけじゃない。お前が思い出し、俺が見当をつけたように、他にも気のつくものがある。必ずあると思わなければなるまい。吉郎は黙って、岩道ドウに火をつけた。その時、横穴の自分の刀の脇に、 松尾の大将が置いてあるのを認めた。俺は一つ聞いておくことがある。豊吉郎は座り直していった。一体松尾は俺の敵なのか、味方なのか。それは四郎の出方次第だ。出方というと、何が目的で帰国し、 何をしようとするのか。その視野によっては敵に回らないとも限らないということだ。正直に言おう、と吉郎が言った。この三月の出来事は知っているだろう。親父は乱心して人情に及んだという理由で殺された。しかし、それは表向きのことで、事実は暴殺だと。 俺は思う。続けてくれ。親父は、殿に直感するつもりで来た。しかし、直感の対象になった人間が、それと知って、事前に親父を片付けた。俺はこう睨んだのだ。対象になった人間とは誰だわからない。残念だが、わからない。 俺は、ご政治向きについては何も知らないし、親父とはろくに話をしたこともない。今度も、親父からは何一つ聞いていないんだ。松尾はしばらく黙っていて、それから聞いた。その相手が分かったらどうするそれは、と、吉郎は口ごもった。 俺の知りたいのはそこだ。相手が分かったらどうする吉郎は唾を飲み、そして奮然と言った。少なくとも、親父を手にかけた奴は切る。過剰さんを仕留めた奴は、命令でやったのだ。その男に責任はないとは思わないか思わない。 と、吉郎は首を振った。たとえ命令されたにしたって、暴殺ということを承知でやった以上、それだけの責任はあるはずだ。それで、家剰さんが喜ぶと思うか。親父は殺されたんだ。暴殺されたんだぞ。と、吉郎は激しい口ぶりで言った。それも、 目的を果たした上ならいいが、目的を目の前にして殺されたんだ。親父が恨みを残さずに死んだと思うか恨みは残したろう。しかし、それは目的を果たさなかった。という恨みだと思う。と松尾が言った。気を沈めて聞け。過剰家は永代違憲役だ。 この時という場合には命を落してもご意見をしなければならない。現に四郎の祖父にあたる方は午前で腹を切られた。家剰さんもおそらくその覚悟で来られたことだろう。とすれば、目的は直感が果たされるかどうかであって、生死は初めから問題ではなかったと思う。 そうではないか。吉郎は歯を食いしばった。どうだと松尾が静かに言った。俺の言うことが間違っているか理屈はそうかもしれない。と吉郎は悔しそうに言った。まるで聖書した文章のような口を聞くからな。松尾は昔から 言うこともすることもそんな風だった。これでもまだ平川たちを切るつもりか。平川だって松尾はうっと口を結んだ。義郎はきらっと目を光らせた。平川と言ったな。平川、何と言うんだ松尾は舌打ちした。口が滑った。 聞かせてくれ。誰だ仕方がない。言ってしまおう。松尾はもう一度舌打ちをした。しては二人か三人だったらしい。平川平馬という者が負傷したことはわかっている。過剰さんに人たちやられたんだ。しかし他のものはわからない。いや、事実だ。 本当にわからないんだ。暴殺という点はどうだ推察通りだ。俺は五条口を調べてみたが、どこにも相当の跡はなかった。吉井中太夫が取り次ぎに出ているから、上中ということは確かだが、場所は決して五条口ではない。 それが問題にならなかったのか松尾は首を振った。どうしてだと吉郎が畳みかけた。それは答えられない。知ってはいるんだな松尾は黙っていた。 吉郎はしばらく松尾の顔を見つめていて、やがて調子を変えて聞いた。平川平馬というのはどういう人間だご実国ばかりの馬回りだが、相手にするほどの男じゃない、と松尾は言った。そんな人間のことより、もっと肝心な話があるんだ。おい。 少し落ち着いて聞いてくれ。吉郎は口をつぐんだ。松尾は、与十郎のやり方が誤っていたと言った。問題は、藩の政治に関することなのだから、まず、その職にある人たちと合議すべきである。ところが、与十郎は、 英体意見役という立場に固執して、そういう手順を踏まず、いきなり殿に訴えようとした。誇張して言えば、これは無警告に相手の喉へ相口を突きつけたようなもので、相手が暴殺という手を打ったのは、身を守るための給与の策であった。もちろん、 それだから暴殺を肯定するわけではないし、四十郎を非難するわけでもない。ただ、ここでまた同じ誤りを繰り返さないよう、四十郎の意志を確かに活かす方法を考えなければならない。それが四郎のなすべき第一のことだ、と松尾は言った。 松尾が話し終わってから、由郎はかなり長いことしんとしていたが、やがて相手の顔を探るように見た。それで何か方法があるのか方法はあるが、四郎の腹次第だ。聞こう、どうするんだ大目付け、訴えて出ろ。 と松尾は静かに言った。住職の飛行について、父の調べた長所がある。それを吟味してもらいたい。と、正面から名乗って出るのだ。大目付へ正面から訴えて出れば、過剰さんの死という事実がある以上、もう彼らも闇へ葬ることはできない。必ず、 重心会議となり、殿のご採決をこうことになるだろう。そうなることは、俺が保証してもいい。ちょっと待ってくれ。と言って、吉郎はしばらく考えていた。父は、長所なんぞ、残してはいないぞ。俺が用意してある。それは、 吉郎は鋭く松尾を睨んだ。松尾の作ったものか。俺が作ったとは言えない。江戸屋敷の者も,も協力しているし、家剰さんの根性しようとしたことも同じ問題だと思う。内容を話してくれ。松尾は首を振った。それは言えない。どうして言えないんだ わからないのかと松尾はそっけなく言った。それは、家上さんが調べ、殿に言情しようとして、過剰さん自身が長所にしたものだ。これならわかるだろう。吉郎は目を伏せた。松尾は、父一人の功にしようというのであろう。ありがとう。 とつぶやくようにしかしすぐに目を上げて松尾を見た。その意味は分かったが、話せないという理由はそれだけか。ことを、穏便に収めたいからだ。俺が知っては、穏便に収まらないのか。素郎には限らない。ぜひ必要なもの以外には、誰にも知らせないつもりだ。 それでことが片付くのか片付くと思う。ご採決があれば分かってしまうだろう。松尾はそれには答えずに言った。差し当たっての問題は、四郎が引き受けるかどうかだ。ちょっと待ってくれ。吉郎はあぐらをかき、腕組みをして考えた。 松尾は黙って待っていた。やがて、吉郎は振り向いて聞いた。大目付は大丈夫なんだろうな。大丈夫だ。と松尾は頷いた。まあ、大丈夫と言ってもいいだろう。俺自身だからな。松尾、新六が大目付だって新左衛門だ。 と松尾は訂正した。松尾新左衛門、去年の二月の任命だ。へえ、と吉郎は言った。へえ、なんだ、俺が大目付では不足か。吉郎は黙って、指を折って何か数えていたが、三日待ってくれるか、と聞いた。待ってもいい、と松尾が言った。 だが、三日の間に何かやるつもりか。まあそうだ。念のために言っておくが、お前が考えてる以上に手配は厳重だ。下手なことをして捕まりでもしたら万事おしまいだぞ。覚えておこう。と、吉郎は答えた。三日経ったら来てくれ。 松尾は立ち上がりながら、食事はどうしているかと聞いた。吉郎は少しばかり皮肉な調子で、どんなに厳重に張り回した網にも必ずくぐれる穴はあるものさと答え、岩道提灯の光を登り口の方へ向けた。松尾は彼を睨んだが、何も言わずに井戸の上へと登っていた。 翌日の夜、弁当を持ってきたおせいに、平川平馬を呼び出してくれと彼は頼んだ。おせいは上の空で、よく聞きもせずに、ええー、いいわ、などとうなずいたが、何を頼まれたか理解していないことは明らかであった。どうしたんだと吉郎は言った。様子が変じゃないか。 わかったのか少し休ませてください。どうかしたのかすみません。その火を消してくださいな。と言って、おいはすぐに遮った。いいえ、消さないで。そのままにしておいてください。よしろうはおいの肩を掴んで、一体どうしたんだと呼びかけた。 おせいの肩の筋肉は固く緊張し、そして全身で震えているのが感じられた。お前、病気じゃないのか、おせい。彼はおせいをゆすった。病気なのかそれとも何かあったのか抱いて。と、おせいは乾いた声であえぐように言った。 抱いてください。あたし苦しくって。ああ、もっときつく、もっと。彼は力を込めて抱いた。おいの体は激しく震えてい、彼はもっと力を入れた。すると急においの体から緊張が解け、重たく柔らかく、 彼の腕の中でぐったりと力を失った。よしろうはそろそろと座った。おせいを抱いたままで座り、不自然な形で膝の上へ抱えた。おせいは耐え入りそうにあえぎ、ひどくかすれた声でギリギリに囁ささいた。よしろうは こめかみで血のなるのを感じた。おいのさせやきはほとんど言葉をなしていなかったが、意味だけは彼にわかった。彼は目をつむった。すると、おいの手が伸びて、彼の首に回され、その両腕で彼は締め付けられた。外は、 雨になっていた。少しずれている井戸の蓋も濡れ、周りの草も濡れていた。空を覆っている雲の一と,ところが月をはらんでぼーっと明るく見え、そこだけ静かに雲の動くのが分かった。雨はけぶるような小ぶりで、京町あたりの町の日もかすんではいず、 音も立てずに濡れてゆく草むらのどこかで、かすかに虫の鳴いているのが聞こえた。方針寺の鐘が五つ、午後八時を打ってからしばらくして、井戸の蓋が動き、吉郎が出てきた。彼は、振り出したぞと言いながら、手を伸ばしておせいを引き上げてやった。 おいはおかしそうに含み笑いをしながら、振りあおいで雨に顔を打たせた。ああ、いい気持ち。冷たくって、いい気持ち。と、おいはウキウキした調子で言った。体の芯の方まですっとなるようよ。大きな声を出すな。 と、義郎が言った。雨をどうす。帰るまでに濡れてしまうぞ。その重箱を置いて、風呂敷をかぶっていきましょう。霧雨ですもの、大丈夫よ。ひらかわのことは、わかったな。ええ、とうなずいて、おせいはそっと、義郎の手に触り、すぐに話しながら言った。ええ、わかりました。 うまくやりますわ。よしろうは、おせいの姿が見えなくなるまで、雨の中に立って見送っていた。その夜は、出かけないで、彼は横穴の中で寝た。昼間寝る習慣がついているから、いくら立っても眠りつけない。その上、ひどく心が乱れていると見え、しきりに 寝返りを打ったり、うっとうめいて顔をしかめたり、また口の中で何かののしりながらぎゅっと目をつむったりした。明くる晩弁当を届けに来たのは助けであった。吉郎は上へ登って行き、おせいはどうしたと聞いた。夕べからの雨がまだやまず、 たすけはカッパを着、傘をかむっていた。あれは村へ帰りました。とたすけは答えた。前から縁談が一つありまして、親たちがうるさく言ってきていたんですが、その気になったものかどうか、とにかく一度帰ってみると言いまして、昼過ぎに一人で帰って行きました。 よしろうはしばらく黙っていたが、やがてどもりどもり言った。おせいに頼んだことがあるんだが、それは聞きました。とたすけは急いで答えた。私にはわかりませんが、なんでもその人は急に江戸へ立った。こちらにはいないから。ということでございました。 急に江戸へと、吉郎は呟いた。雨具がなかったんですな。助けは弁当をおろす支度をしながら言った。濡れますから、どうを降りてください。今、これをおろしますから。吉郎は井戸の中へ降り、弁当を受け取った。用がないかどうかを聞いて、 助けは去り、吉郎は暗がりに座って考え込んだ。平川平馬が江戸へ立ったこと、夕べの思いがけない出来事、村へ帰ったおせい。それらのことが頭の中で変わる変わる現れたり消えたりし、どうにも思考がまとまらなかった。 急に江戸へ立ったというのは何だやがて彼は声に出して呟いた。こっちに置いては危ないと思ったからかとすると、俺が城下に隠れていることが分かったのかしまったな。しまった。とまた彼は呟いた。あいつに逃げられては何者が父を仕留めたのか 知る手がかりはもうない。だが、いつ江戸へ立ったんだ。お生の伝言には、いつとも言っていなかった。聞くことができなかったのかもしれないが、それならそれと自分で来て言うがいい。頼まれたことを伝言にして、急に村へ帰るというのは無責任だ。 よしろうはそこまで思って、不意に頭を上げ、闇の一点をじっと睨んだ。縁談があるって、と彼は口の中で囁いた。前から縁談があり、当人もその気になったらしい、と言ったな。では、夕べのあれはどういうことだ彼は、 胸が熱くなった。痛みのような暑さで顔が赤くなるのを感じ、そのまま浸透、長い間座っていた。よせよせ、とようやく彼は首を振った。会ったことは会ったことだ。俺が考えたって、おせいの気持ちがわかるわけはない。あんなことは忘れてしまえ。まだ。 大役が控えているんだぞ。義郎は火をつけて弁当を食べた。そして食べ終わった時、今夜のうちに松尾を訪ねようと決心した。平川がいなくなったとあれば、こうしていてもしようがない。松尾の提案したことをすぐにやってやろう。そう腹を決めたのであった。 梅雨になったのだろう。小降りではあるが、やむ景色はなかった。彼は雨具に困ったが、松尾へ行けばどうにかなると思い、まもなく井戸を抜け出した。松尾の家は、もとばばしたというところにあった。屋敷替になっていたら、引き返すつもりで行くと、家は、もとのところにあり、 松尾は在宅だったが、玄関へ出てきて、義郎を見るなり、無謀なことをする奴だ、と睨みつけた。そんな格好で歩き回って、見とがめられでもしたらどうするんだ。小言は後にしてくれ、と義郎は手を広げてみせた。この通り、濡れているし、半月も風呂に入らないんだ。 まず体を洗わせてもらおう。風呂の支度ができるまで、松尾の居へ行き、着替えをしてしばらく話した。平川のことを話すと、松尾は、江戸へなんか行きはしない。こっちにいるよ。とあっさり言った。義郎は黙って彼を見た。 お前が平川を捕まえるだろうということが分かったからだ、と松尾は言った。うまく行けばいいが、一つ間違えば逆に四郎が捕まってしまう。しかも、その危険の方が多いから、俺が手を打ったのだ。吉郎は自制するだけの間を置いていった。では、 合わせてもらえるだろうな。その時が来たらだ。俺は父を仕留めた奴のなさえ聞けばいいんだ。それは難しいだろう。あいつだって侍の端くれだからな。と松尾が言った。しかし、その時が来たら合わせるよ。風呂に入った吉郎は髪を洗い、 酒焼きと髭を剃った。それから松尾の母親のところへ挨拶に行き、客まで酒の地層になった。松尾は三年前、父の病死で家を相続し、父の名を継いだ。結婚したのは去年の二月。妻女は小島市で名を鈴と言い,い、 夫婦の間にまだ子供はなかった。妻女は体も小柄だし、全体にちまちまとしているが、いつも明るく健康そうで、虚嘱動作がはっきりしていた。酒で気持ちがくつろいだものか、松尾は砕けた調子で思い出話を始め、それから、 義郎がその父と不仲だったことを挙げて、その後うまく行くようになったかどうかと聞いた。うまくは行かなかったと義郎は答えた。生まれつき性が合わなかったようだし、英体意見役という役目のために友達まで取り上げられたことが心の傷になって、どうしても父を許す気になれなかった。 とよ郎は言った。そうだろうな、と松尾は頷いた。確か、し郎がまだ九つか銅の時だったか。当時、俺はどうしたことかと不審に思ったものだ。 松尾には訳は話したはずだ。ずっと後のことだ。江戸へ行って何年も経ってから手紙でそう言ってきたんだ。と松尾が言った。うん。掃除時の全道で何とかいう老運水にあって何か悟ったようなことを聞いたということを書いてきたときだろう。吉郎はひやっとした。彼には それを書いた記憶はなかった。人間が懸命になってすることの大半は無意味なものだ。そういった老雲水の言葉は、父のことが起こって、ひれじま家に監禁された時思い出したことで、松尾に書いてやったことなどはまるで覚えがなかった。その頃、そうだ、と。 義郎はそれには触れずに言った。その頃が最も父や家の役目に嫌悪を感じていた時だ。祖父の一生、父の一生、永代違憲役などという妙な役目を守って、生涯仕事らしい仕事もせずに終わる。そのために周囲の人たちと親しい付き合いもしない。 これでは、まるっきり飼い殺しだ。俺はそんなことはまっぴらだ、と思った。そして自分は憲法主犯になる、と息巻いたことが書いてあったな。息巻き,きはしない、本気だった。今でもそのつもりだ。彼はそこで苦笑し、無論、この藩にいればのことだが、と言い直した。ともあれ、 永代意見役は親父限りで返上だ。俺にはわからないんだが、と松尾が一口飲んで言った。そんな関係の親子だったのに、今四郎が父の遺恨を晴らそうとして、無分別な危険まで犯そうとしたのは、どういう気持ちなんだ 空のままの杯を見つめながら、うーんとおとなしくうなずいた。自分でもおかしいんだがね、親父が死んでからこっち、だんだん親父が好きになりだしたんだ。はじめはかわいそうな親父だと思った。そして、乱心などというおめえだけはきれいにしてやろうと決心したんだが、 この城下へ来たときにはしょっちゅう親父の姿が目に浮かぶ。普段はほとんど口を聞いたこともないし、絶えず会わないように避けてばかりいたから、実際には無縁の人見たようなものだった。それが日の経つにつれて身近に感じられ、顔形から話しかける声まで、 ありありと思い浮かべられるようになった。おまけに、親父についてあんまり詳しい記憶があるので自分でもびっくりしているくらいなんだ。松尾はうなずいたが何も言わなかった。あの唐井戸の底で俺は考えた。豊吉郎は自分の酒好きに酒をつぎながら言った。 あんな犬児に同様な結果になったが、親父にはそれは問題ではなかった。親父にとって責任を果たすことは命より重かった。命より重い何かが親父の中で働いていたんだ。およそこんな風なことがわかるように思ったよ。松尾が微笑していた。 四郎だって結構、聖書した文章のようなことを言うじゃないか。酒が終わってから、二人は今後のやり方について、夜更けるまで打ち合わせをした。明くる日の早朝、四郎は松尾に連れられて途上し、大目付役所の銀味部屋へ入った。役所は、 本丸五殿の西側にあり、町奉行、売奉行、作事奉行などの役所と並んでいる。建物は古く日当たりが悪い上に、ちょうど梅雨にかかっていたから、どの部屋も湿っぽくカビ臭かった。銀味部屋は四畳半ばかりの狭い部屋で、廊下に面して障子があり、 三方は壁であった。ほとんど使うことなどはないのだろう。畳は古く、中の藁は群れていて、歩くと足の跡がへこむくらいボクボクしており、三方の壁も破れ目ができて、ひところ剥げ落ちた部分があった。障子の外の廊下に、 監視の侍が一人座っていた。吉郎は構わず横になったが、平野屋へ断らなければと気づき、ついでお世のことを思い出した。目をつむると、お世の熱い肌の湿りや、張りのある柔軟な丸みや、激しい呼吸や意味をなさない叫びなどが、 あまりに生々しくよみがえってくるので、彼は我知らずうめきながら起き直った。いけなかったなあ。あれだけはいけなかった。と彼は下打ちをした。どうしてあんなことになったのだろう。俺というやつは、実に。吉郎は両の拳で自分の膝をぐいぐいとえぐった。 十時頃に松尾が来た。彼は監視の侍を下がらせて、うまく行きそうだ、と言った。上大画廊の松島しめが会う、というのである。上大画廊をつかめば、もう心配はない、と松尾は明るい表情で言った。それから、もう知らせてもいいだろうが、実は、 平川の口書きを取ってある、と松尾は続けた。新たに調書が提出された、とのじきじきのお裁きになると言ったら、観念したと見えて白状した。それはいつのことだおとといの晩だ、と松尾は微笑した。それを言えば四郎がまた合わせろと騒ぐに決まっている。 だから黙っていたんだが、いや、と松尾は手を挙げた。いや、ダメだ。あいつも侍の端くれだ、と言ったろう。暴殺の事実は認めたが、他のしての名は言わなかった。おそらく、どう責めても、口は割らぬだろう。しかし、過剰さんの意志を果たすことができれば、誰が仕留めたか、 ということも自然とわかるに違いない。もう一度言うが、ょうさんの望みはただ一つだった。四郎にとってはそれを果たすのが第一だということを忘れないでくれ。四郎はきっと口を結んでいて、それからやや挑戦的に言った。長所の内容はどうしても聞けないのか。 一言だけ言おう、と松尾は声を潜めた。江戸画廊の岸岡大善様だ。岸岡大善は、張間神直行の弟で、現藩主のおじにあたる。二十歳の時、岸岡家の養子になり、直行の死後八年の間、 おい、直春の貢献役を務めた。当時、五十一になるが、精力的な人で、藩の仕置きを一人で握っていた。貴職様がどうしたんだと、吉郎は聞き返した。その名を二度と口にするな、と松尾は言った。では、五条代の部屋へ行こう。 打ち合わせた通りにやってくれ。二人は役所を出て杉戸口から五点へ上がり、まっすぐに城代画廊の部屋へ行った。そこには松島修磨の他に二人、石本六郎右衛門、安倍又五郎という老職がおり、彼らの前には松尾の提出した長所が置いてあった。 吉郎は、それが亡き父の残したものであること、自分は内容を全く知らないこと、父の遺言によって提出したことなどを証言した。それで用は終わり、沙汰あるまで大目付に預けるということで、彼は松尾と共にまた役所へ戻った。 これからもうるさく呼び出されるのか。そんなことはあるまい。と松尾は首を振った。お前は何も知らないんだからな。もし呼び出されるとしたら、江戸屋敷を脱出してきた事情を聞かれるくらいのものだろう。吉郎はうなずき、思い出して平野屋への伝言を頼んだ。 西町にある宿屋で主人は助けと言うんだが、もう唐戸にはいないと伝えてもらいたいんだ。松尾は吉郎の顔を見ていった。それが網の目だったのか。そんなところだ、と彼は微笑した。監視の侍が二人になり、その夜は松尾も役所に泊まった。 朝になるときれいに雨が上がっていて、時間の経つに従って気温が高くなり、座っていても汗がにじみ出るくらい蒸し暑くなった。昼近い時刻に松尾が来て、江戸の方は手配をしたと告げた。彼らもまさか女にまで無法なことはしないだろうが、念のため、 お母さんや妹さんが安全であるように手配をした。母は大丈夫さ、と吉郎が言った。彼が別れる時の母の態度を話そうとすると、取り次ぎの者が松尾を呼びに来た。中島様が用事だというのである。松尾は首をかしげ、何の用だろうと口の中で呟いた。 中島とは吉郎が聞いた。お蕎麦用人の中島ど殿だ。と松尾は言った。ことによると、もう、殿のお耳に入ったのかもしれない。ともかく行ってみようと、松尾は落ち着かない様子で立ち上がった。松尾が出て行ってから、四半時ほど経つと、今度は、 よしろうを呼びに来た。監視の侍は、大目付の許しがなければダメだ、と断ったが、取り次ぎの者は、殿のお召しであり、松尾も午前にいるそうだ、と言った。お召しとあってはやむを得ないので、監視の二人は相談の上、その胸をよしろうに告げた。私は差し支えない。 と彼は答えた。役所の玄関には迎えの侍が二人待っていた。彼らは、吉郎に丁重な会釈をし、案内をしようと言った。役所を出て左へ、しばらく行くと笠木塀があり、それが足切りで五点の広庭になるのだが、笠木塀を抜けたところに、 二人の侍が待っていて、吉郎の後に着いた。案内役が前に一人、後ろに三人、前後から吉郎を挟んだ形である。誰も何も言わず、足の下で小砂利の鳴る音だけが聞こえた。戦地のところで右へ折れると、植え込みの間の細い道が、 松林の方へ入って行く。吉郎は上中は初めてなので、それがどの辺りに当たるのか全くわからなかった。しかし、道が松林にかかろうとしたとき、ふと危険の予感のようなものが感じられた。これは、と吉郎は立ち止まった。これは、 どこへ行く道ですか鉄砲的場です。と案内の侍が答えた。殿は的場にいらっしゃるのです。そして見向きもせずに歩いて行った。吉郎は立ち止まっていた。すると、後ろにいた三人の中から声をかけるものがあった。どうしたとその声は言った。 足でもなえたのか。乾いた太い声で、義郎は背中がゾクッとし、全身に寒気が走るのを感じながら、本能的に腰へ手をやった。無論刀はなかった。刀は役所に預けたままで、脇差ししか刺していなかった。おい、とまた後ろで言った。どうしたんだ 行かないのか。義郎は急に散歩ばかり飛んで振り返った。後ろの三人は左右に開いた。やっぱりそうか。と義郎は脇差しの塚に手をかけた。向こうの二人が抜刀し、真ん中にいる一人が片手を上げて制した。俺がやる。逃げ道を塞げ。とその侍はどなった。 下手に手出しをすると、平川の二の舞だぞ。吉郎の頭の中で、ひらめくものがあった。こいつだ。こいつがしてだ。平川の名と、その自信たっぷりな態度とで、父を仕留めたのはこの男だ。ということを直感した。案内の侍は、松林の中からこちらへ出てき、 他の二人は刀を抜いたまま、義郎の左と右へ位置を移した。義郎は正面にいる相手に呼びかけた。名を名乗れ、と彼は言った。過剰与十郎を仕留めたのは貴様だろう。カスガヤゴロと相手が答えた。過剰を仕留めたな念には及ばぬ。 抜け、と相手が言った。義郎は静かに抜いた。子立ちは増えてだ。しかし、幸運だ、と義郎は思った。探していた相手が見つかった。目の前にいるのがそいつだ。これが父王を仕留めたやつだ。よし、と思って脇差しを構えた。 春スは二十八歳、五尺八寸余りの背丈で、筋肉質の精悍な体つきをしている。色の浅黒い、角ばった長い顔に、眉が濃く、黒ずんだ薄い唇の間から、白く歯が覗いていた。春スは刀を抜きながら、ゆっくりこちらへ歩み寄ってきた。 刀は寸伸びの段平で、重ねが厚く、長さは二尺八寸余りと見えた。吉郎は高西岸にすり上げた。春日はもっと近寄り、近寄りながら叫んだ。林だ、後ろを詰めろ。吉郎の木がわずかに後ろへ動いた。そこへ春日が切り込んだ。 その時、人の叫び声が聞こえたが、義郎は左へ大きく跳躍し、春日の初立ちを逃れて構え直した。四郎、抜かるなと叫ぶ声がした。俺がご詰めをする、存分にやれ。松尾だな、と義郎が思った。だが俺は、小立ちは増えてだ。 春スガは上段に構えた。義郎は同じ高生岩で、呼吸五つばかり、二人とも動かずにいたが、突然春スが上段から打ち下ろしてきた。鋭い絶叫と打ち下ろされる刃の光を見たとき、ヨシはつま先立ちに伸び上がりながら、片手でさっと月を入れた。 かすかのそれは空打ちで、すぐに道へ切り返す手であった。義シはその線を取り、彼の切っ先は春スの左目をついた。義シは脇へ飛びのき、春スは片手で目を抑さえながら、獣のようなうめき声を上げた。よし、それでよし、と松尾が叫びながら走ってきた。刀を引け、 しろ、そいつはもう死んだも同然だ。よしろうは振り向いた。松尾の後ろから、十人ばかり、身支度をした侍たちがついてき、かすがやごろうの周りを取り囲んだ。蕎麦用人に待たされたので気がついた、と松尾は言った。過剰さんをここでやったことは、 平川の口書きでわかっていたし、上中では他に場所がないから駆けつけてきたんだ。間に合ってよかったが、肝が自んだよ。刀がこれなんでね、と、義郎は懐紙を出して、脇差しを拭きながら言った。俺は小さいのは得手じゃないんだ。それから松尾の目を見ていった。 父を仕留めたのは、あいつだったよ。半年のち、岸岡大前は江戸家老を悲免。国元で英知教を命ぜられた。蕎麦用人、中島立敵。留水役、 長井吉兵衛の二人は切腹。春日矢五郎平川兵馬はじめ、追放者が七人。その他、薬を召し上げられたり、縁を削られた者が十四人。また、代々、藩の御用達をしていた島屋五郎兵衛が、用達を解かれた上、国元にある支店の家財を没収された。 この件の内容は公表されなかったが、岸岡大前が島屋と共謀の上、藩の金や産物を動かして私服を肥やすことに専念し、そのため、領内の諸工事や改革事業の頓挫と、経済の非常な逼迫を招いていたということだけはおよそわかった。過剰家は、 これまでの役を解かれた上、元の職録に百国加増され、吉郎は父の名を継いで年寄り役に挙げられた。追放になった春日ガ五郎はすぐ後で切腹したが、これは吉郎の追求を恐れたのか、赤眼になって前途を絶望したものであろう。平川平馬の末路は、 ついに知れなかった。以上は、吉郎が過剰期と題して、自ら筆を取った覚書である。過剰とは、過剰の性を取ったものであろう。末尾に、左のような短い文章が付け加えてある。お生は、佐川村の百姓、 千円もにかしたが、三年しても子に恵まれぬため、おじたすけの三男を養子にもらったという。一度安否を問う手紙をやったが、返事はなかった。